1995年から1996年、週刊少年ジャンプにて、ひそかリターンズ連載。1997年から1998年、週刊少年ジャンプにて、キリン、ザ・ラスト・ユニコーン連載。2000年から2003年、週刊少年チャンピオンにて、ナナカ17分の6連載。2004年、月刊少年エースにて、アリサの事情連載。2006年、ヤングアニマルにて、双葉の教室連載。2007年から2008年、チャンピオンレッドにて、ドキドキ魔女審判連載。2008年から2009年、チャンピオンレッドにて、ドキドキ魔女審判2連載。2011年から2013年、山市にて、エロワン、カッコ仮連載。2013年から2015年、コミックヘブンにて、ラブコメ彼氏と18禁彼女連載。短編集、ふわふら、ナナカ17分の6プラス、雪の板町。以上は、八神健先生の主な作品になります。